ロズウェルはアメリカ合衆国ジョージア州の北西部に位置するフルトン郡に位置する都市である。2010年の国勢調査で人口は88,346人となっており州内第7位である。2014年の推計では94,089人に増加している。ビッカリークリークダム1830年、ロズウェル・キングが北ジョージアを旅していた間に 現在、ローズウェル市となっている地域を通り、ビッカリークリーク沿いに、綿脂工場を建てられる大きな可能性を感じ取った。その近くの土地は、プランテーションを作るにも適していたので、綿花の生産地近くで綿脂の加工を行うというアイデアになった。1830年代半ばにかけて、キングがここに戻ってきて、工場を建て、それが、間もなく北ジョージアでは、最大のロズウェルミルとなった。 キングは海岸にあった自分のプランテーションから36人のアフリカ人奴隷を連れてきており、さらに工場を建てるためにサバンナで購入した42人の熟練した大工の奴隷も連れてきた。これら奴隷たちが工場、インフラ、家屋、工場労働者のアパート、さらには新しい町のための補助的な建物を建設した。アフリカ人は大西洋海岸部から 北ジョージアにその特徴ある、ギーチーの文化、言語、宗教的な伝統も持ってきていた。旧ロズウェル長老派協会、1839年建設キングは、この新しい土地で、自分の事業に加わるよう、海岸部から投資家を招いた。息子の一人である、バーリントンキングも事業に加わり、製造会社で、父の後継者となった。アーチボルド・スミスはここに移ってきて、 新しいプランテーションを作った農園主の一人であり、海岸部からやはり奴隷を連れてきていた。バーリントンキングの家であるバーリントンホール、アーチボルド・スミスの邸宅である、スミスプランテーション、セオドアル・ウズベルト大統領の母ミッティ・ブロックの子供時代の家であるブロックホールが現在も保存され、修復されている。これらは公開もされている。 1850年のスレーブスケジュール図によれば、これらの設立一家3家族とそれに続く大きな農園主3家族で192人の奴隷を所有しており、ロズウェル地区で所有された378人の51%に相当していた。アーチボルドスミスは広さ300エーカーの綿花プランテーションを所有していた。 1850年の国勢調査によれば、バーリントンキングは70人の奴隷を所有していた。これら奴隷の半分は10歳未満だった。これら奴隷は、バーリントンキングの敷地で働いていた。バーリントンキングは成人となった、男性奴隷のいくらかを、ロズウェル製造会社に貸していたが、工場の機械周りでは働いていなかった。ブロックホール。 1839年建設ロズウェルの地域は最初に入植された時は古部軍の一部だった。軍庁所在地のマリエッタは西に馬で片道4時間の位置にあった。ロズウェルの住民が地元に自治政府を望み、ジョージア州議会に町の法人化に向けた試験証を提出した。この検証は1854年2月16日に承認された。 南北戦争の時までに、名刺工場は400人以上の労働者を雇用しており、その大半が女性だった。彼らは、ピードモント大地に入植した者が多く、スコットランドアイルランド系移民の子孫であることが多かったと考えられる。工場の生産が増加すると、地域に住む人口も増加した。バーリントンホール、1842年建設。 アーチボルドスミスプランテーションハウス1845年建設南北戦争の時、市はケナーガラード将軍の指揮する北軍に占領された。ウィリアム・シャーマン少将の命令により、ガラードは工場が再建されれば、その労働者が働きに戻るのを防ぐために彼らを北に送った。これは南部の経済活動を妨害するために、シャーマンが取った通常の戦術だった。 工場は燃やされたが、家屋はそのまま残された。工場の跡と動力を得るために建設された高さ30フィートのダムが現在も残っている。町の資産の大半が北軍に押収された。北軍が侵略してくる前に、町の指導的な一家が町を離れて安全なところに逃げ、この頃の習慣としてその奴隷たちも前進してくる。 北軍病に連れて行かれないよう手配されていた。北軍の部隊に逃亡した奴隷もいた。戦後、バーリントン・キングが工場を再建し、生産を再開した。解放奴隷の多くが地域に泊まり、プランテーションや町で賃金労働者として働いた一方で、新しい機会を求めて、フルトン郡やアトランタ市に移った者もいた。南部は戦争と労働環境の変化が起きた。 結果として農業の景気低迷を味わった。国勢調査によれば、古部軍の人口は戦前の1860年の14,242人から戦後1870年の13,814人とわずかに減少した。その間にアフリカ系アメリカ人の構成比は27%から23%と大きく減少した。 フルトン軍ではアフリカ系アメリカ人の劇的な移動によって1860年に20.5%いた奴隷から1870年には有色人種の構成比45.7%と増加していた。1931年末アメリカ合衆国は世界恐慌の真っ最中にあった。難しい経済状態によって ロズウェルの北隣に当時あったミルトン軍がロズウェルの南に隣接していたフルトン軍と合併した。この合併のためにロズウェルはコブ軍から分離してフルトン軍の一部となった。これは1932年5月9日付で有効となった。ロズウェルはその日以前に統計記録、不動産記録、コブ軍事務官の不正行為の結果など法的な。 記録書類を整理した。この日以後は、フルトン軍事務官と共に行った。ロズウェルは、現在州内でも大きな方の都市である。その人口は過去15年間でも着実に成長を続けている。共和党員のジェアウッドが1997年、以来ロズウェル市長を務めている。ロズウェル市は、北緯34度2分2秒、整形84度20分39秒。 北緯34.03389度整形、84.34417度、34.03389-84.34417に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は38.6平方マイルであり、このうち陸地38.0平方マイル、水域は0.6平方マイルで、水域率は1.53%である。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人種別人高校生以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2010年の世帯あたり収入分布2010年の世帯あたり収入ロズワイルの家屋価格中央値の変遷2000年の年齢層別構成2006年の性別構成教育の水準人種と民族 CNN は 2010年、アメリカで住みたい場所百欠の中で、ロズウェルを第76位に挙げた。ロズウェルは、フロマーズから国内であなたの家族を育てたいトップ3都市の一つに挙げられた。2006年10月30日、ロズウェル氏は、モーガンクイットノーの発行する犯罪統計とランキングの年間、都市犯罪ランキングによって、アメリカの都市の中では安全な都市の 第18位に挙げられた。25の評価項目により、全米371都市の中からこの順位に評価された。ホンジュラスアトランタ総領事館が、ロズウェル市ハウズウェイ600のスイート3に入っている。市内大手雇用主は、キンバリー・クラーク・コーポレーション、ノースフルトン地域病院、ハリーズ・ファーマーズ・マーケット、及び、ロズウェル市役所である。 ロズウェルとアトランタ市を結ぶ修道400号線の一部はハイテク回路として知られ、キンバリー・クラークのような多くの技術系会社が工場や事務所を構えている。2006年時点でロズウェルで登録されている企業5000社のうち3分の1が自家で営むものだった。主要産業分野は小売業であり、他に技術系会社、飲食業、卸売業、医療が続く。 ロズウェル市民の多くは近くのアトランタ市で働いている。ロズウェル市内に本社を置く企業として医療のスノーグティーズ、ソフトウェアのトリップワイヤインタラクティブ、インターネットのファーサリアテクノロジーズがある。ロズウェルの経済はレストランチェーンのチックフィレーや靴修理のヒールソークイックなどジョージア州で人気のある多くの企業の店舗を誘致できる大きさがある。2015年、ロズウェルは アメリカの小都市の中で経済成長率では第224位に挙げられた。市内の観光地に以下のものがある。公園とレクリエーション東ロズウェル公園の池、ロズウェル市レクリエーションと公園部では総面積800エーカーの農道、児童公園と施設18カ所を運営している。この部門の目的は地元にある多くの中学校、高校と協力し、 青年の地域社会参加精神と運動の感覚を育てることであり、年間を通じて運動の場や指導者を提供することで、その目的を達することにある。全国公園システムに属するチャタフーチー、川国立レクリエーション地域がロズウェル市のビッカリークリーク沿いにある。祭りとパレード公立学校ロズウェル市の公立学校はフルトン郡教育学区に属している。 チャータースクール、小学校、中学校、高校、ロズウェル高校玄関、体育館のドーム型屋根が見える、私立学校アトランタフルトン公共図書館システムが、ロズウェル市長を運営しており、2015年初期には、イーストロズウェル市長も開設した。ありがとうございます。